はいこんにちは今日は銅とその性質ということで見ていきましょうまずはこちらをご覧くださいさあここには10円玉がいっぱいありますね皆さん10円玉って主に何からできるか知ってますか知ってますよね道ですよそう今日はこの銅について一体どうやって作るのか見ていこうと思うんですしっかりとついてきてください さあ銅の電解精錬ということで見ていきましょうこちらです皆さんまず銅って何からできるかということですよねいきなりまとめなんですがこちらですまずは原料鉱石として鉱銅鉱といいうものを使いますこちらを溶鉱炉に入れると鎖銅というまだまだ不純物が入っているけども銅のパーセンテージが高い鎖銅というものができますさあその後 電解精錬という行動を取ってから順動を得るんですねさあここで電解精錬って一体何だろうということですね早速見ていきましょうこちらです用意されましたね今ここにはソ動をこの電気分解の陽極に使ってるんですね対して陰極側には順動が用意されていますさあ今からこいつに対して電圧をかけていくわけですね何が起こるか見ていきましょう まずはこちら見てくださいソ動が痩せ細りましたよね痩せ細くなったってことはそうこうですよ溶け出したはずですよほら見てください FE2 プラス ZNE2 プラスこれ不純物だったんですねこんなものが溶け出しそしてソドなわけですから銅がいっぱい溶け出しますよねこんな状況が起きてあるいはこんなやつも出てくるんですこちら気づいた何か 泥のようなものが出てきましたね実はここで今電子を奪われなかったやつがここに落ちてきたんです誰って金とか銀なんですよねなんとこの陽極でも結構貴重なんですねさあこちら陽極でと言います陽極から出た泥という意味ですねさあこちらから電子が奪われたわけですから早速電子は 陽極で吸い上げられた後、陰極の方で。出てきますよね。誰が受け取るかということですが。イオン化傾向を考えてください。誰が一番受け取りやすいですか。シーユニプラスですよね。こいつが電子を受け取ると、こうなります。見てください。純銅の周りに銅の単体がへばりつきましたね。つまり、純銅を得ることに成功しましたよね。これが。 銅の電解精錬の一連の流れとなりますよろしいでしょうか覚えることは意外と少ないんですただ一つのポイントはこの銅の電解精錬というのは電気分解を行って純銅を得ているという事実ですねしっかりとイメージと一緒にこの流れも覚えておいてくださいさあ銅の性質ということで見ていきましょうこちらです 銅にはどんな性質があるか見ていきましょう。まずはこちら、転生延伸に富む、そうなんです。実はビニール銅線であるでしょ。あんなに細くできるんですから、やっぱりこの辺の有用性がありますよね。続きましてこちら、電気伝導性が大きい。もちろん先ほど言ったビニール銅線に使われている理由も分かりますよね。電気伝導性が小さい金属を使ってたら皆さんの家電が使えませんよね。これは大きなポイントとなります。 さあ続きましてこちら、湿った空気中で錆傷を生じると書いてありますね。そう実はこれは銅の錆みたいなもんですね。イメージはそれでオッケーです。そしてこの錆傷という言葉ちょっと覚えててください。実際に本当に青緑色っぽい色した錆となります。よろしいでしょうか。最後にこちら、塩酸や希硫酸には溶けないが酸化力のある硝酸や 熱納粒酸には溶けるということなんですねこれはイオン化傾向を考えればすぐわかることですよね何にせ銅というものは水素よりもイオン化傾向が低いわけですよねですから塩酸とか希硫酸には溶けませんですが酸化剤として働くような硝酸あるいは熱量熱納粒酸には溶けてしまうということがありますからしっかりとここも酸化還元の復習として覚えておきましょう さあ練習やっていきましょう。こちらです。次の問いに答えをということですね。1番目は、銅の正方において、素銅から順銅を得る際に電気分解を用いる。この電気分解による操作を何と言うかということですね。特徴的なものでしたね。こちらは電解精錬と言いましたね。 よろしいでしょうか陽光炉で確かに行動光からそどえますがこれじゃ物足りないわけですよねそこで電解精錬を行って順動を得るという過程でしたしっかりと頭の中入れときましょう続きまして括弧二番ですねこちらです動についての記述として誤っているもの一つ選び記号で答えようということです一個一個確認しましょうまずはあです 天性、塩性に富む。これは合ってますよね。むしろ金属特有の現象でしたから。いいです。電気伝導性が大きい。こちらも金属特有でしたね。銅もその一部です。では、うです。湿った空気中で6症を生じる。これは特徴的な単語でしたが、銅の錆みたいなものですから、これも合ってますよね。では、えですね。単体は塩酸や希硫酸に溶ける。これは大嘘超えてますよね。 だって銅は普通の酸には溶けませんよね。どちらかというと酸化力のある酸に溶けるわけですよね。ですから。塩酸とか希硫酸じゃなくて。硝酸とか。 熱の流さんに解けますよ,、ね、よろしいでしょうかこれは酸化還元で学んだことの復習になります。ということで誤っているものを一つ選ぶわけですから A が答えとなります。よろしいでしょうかさあどの性質そんなに難しくありませんよね。今まで学んだことを生かしてしっかりと覚えてください。<music> さあ 本日のまとめです。今日は銅の製法について学びましたね。特殊でした。行動校を溶鉱炉に入れて粗銅にした後、電解セーの過程を経て順応ということでしたからね。しっかりとこのイラストと一緒に覚えてください。では、今日はお疲れ様でした。